はい、どうもカバ園長です。じゃあまず最初はね、いつまで続くんすかね。まあ次から次へとねネタを投下しているっていうつもりはないんでしょうけど、本人たちはね、この小西捏造から始まりね、小西憲法みたいなとこからでもって猿発言でしょ、うん、でまたこれもね、なんかこう逆切れして、ね、開き直って、いや謝る必要なんかねえだろうみたいな、まあ別にね、うん、どこで誰にっつったら、もうお前ら全員まとめてね、まずこの有権者国民に謝れよと、でバッチ外して、僕個人的にはバッチ外してね、もうとっとと自ら降りろと、うん、言ってやりたいところですけどもね、うん、まあとりあえずね、この参院憲法審査会、なんかねしれっとこいつまたなんか席に座って参加してたらしいんですよ、こいつも小西憲法がね。なほら、なんかあの筆頭幹事だかなんだかこの退いたじゃないですか。で後任が杉尾さんでしたよね、うん、でてっきりそのなんかこのなんていうのかな、この憲法審査会そのものをさね、もう身引いたのかと思ってたら違うんですよね、こいつしれーっと参加してんですよ。なんなんこいつ、ほんとなめてるよな、なんどっかやっぱおかしいのかな。もう完全にとある半島のあの国のやつらと変わんないよね、やっぱり。で、まあこの憲法審査会ですよね、うん、やっぱりこの衆院の、そもそもがほら、ね、衆院憲法審のメンバーを猿呼ばわりしたのが、ね、この小西捏造憲法ですよね。うん、で、それを、まあ、退いて、後任が決まりました。でもなんかこのね、自民党の、ね、この中曽根さんが、その、ね、小西憲法の発言について、真摯に議論を行っている、ね、衆院憲法審の、委員の皆様に対して、極めて無礼だと。でこの各委員のこの審議の独立性をこの犯しかねない重大な発言だと。だからもう勘弁ならんと。でこのことは衆院のみならず、党審査会においても看過できないということを言われてね、うん、まあでも多分こいつらには響かないだろうね、うん、ほらトランとのあの国のやつらにさ、なんかこの物の道理とか、ね、事実はこうで、ね、真実はこうこうこうでしたよねって説明しても伝わんないじゃん、あいつらには。ね、あいつらのこの希望願望要求要望文句不平不満しか出てこないじゃないですか。だから会話になりませんよね。だから一緒ですよね。でこの小西捏造ね、この小西憲法のこの猿発言ね、オフレコだね、だからなんかなんだっつんだよって話ですよね。発言がなかったわけじゃないだろ。でこの憲法審でのね、うん、オフレコでの発言だから憲法審で謝る必要なんかねえっつって開き直ってんですよ、こいつら。でまあオンレコのこの指摘もね、審査会の中で出た話じゃねえんだからって、この杉尾さんも一緒になってね、うん、だどいつもこいつもですよね、ほんとね、うん、こんなのがバッチつけて一応国会議員ですよ、うん、意味わかんねえよな。言った言わねえなんてどうでもいいんだよ、もう今となっちゃう。言ったことは事実だろ、うん、あがいてんですよ無駄にね、うん、とっとと首にしろよこんなやつ、うん、こんなやつらか、うん、だからもうなんかね、そもそもが正体がほらね、政党を装った反日日本破壊活動家どもの、ね、そういうこの団体だからね、うん、まともに日本のためにね、日本の何かのためにこの仕事する気なんかはなからないからさね、所詮は、ね、そういう意味じゃこんなもんなんでしょうけれども、いやこういう輩をねやっぱ許してたらダメだと思うんですよね、うん、でなんかよくわかんないですけどもね、立憲ではなんかこの小西憲法捏造を、ね、なんかこの SNS の利用停止みたいなツイッター更新されてねえなみたいなことを指摘されてますけど、もうそういうのこそなんかもう本当どうでもいいよな。いやもう議員活動停止させろよ、とっととやめさせて、うん、ね、SNS でのツイートつぶやきをなんかこう自粛してるから、だからなんだっつうんだよな、うん、アホかって話ですよね。でね、そのこの憲法審にしれーっとこの参加してやがったこの小西捏造憲法ですけども、なんかこの玉木さんにね、なんかこの煽られるっていう、そういうなんかこの一幕っていうかね、うん、あったらしいんですけども、まあ、玉木さんが、辞書憲法学者のみたいな、
今後緊急集会についての有識者の意見を伺う際にはですね、自称憲法学者の小西洋之衆院参院議員にもお越しいただいて、ぜひ合わせてご意見賜りたいと思いますみたいな、まあ煽られたっていう話なんですよね。うん、自称憲法学者、まあ、なんか言ってましたね、そういえばね。うん、何でしたっけ、立法措置をすれば、憲法改正すれば、議員任期延長できる、なんかそんなこと言ってたんでしたっけ。うん、で、緊急集会について、有識者の意見を伺う際には、自称憲法学者の小西洋之議員にも、お越しいただいて意見を賜りたいっていうふうにね、うん、まあ玉木さんに煽られた格好ですかね。うん、まあなんか面白いっちゃ面白いのかもしれないですけども、それよりもね、うん、ちょっとこのやめさせたら、ね、うん、こんなことばっかりやってんですよね、政治や連中どもはさ。うん、いやこんなんでなんかこう日本の、そうだな、日本経済再生とか無理っすよね、どう考えてもね。うん、ね、許さない、ね、そりゃそうなのかもしれないですけども、いいからお前らどいつもこいつも仕事しろよと。うん、だ唯一この件に関して、ね、我々日本国民にとって、何が有益か、ね、所詮こいつらほら、ね、反日活動家どもじゃん、議員を装った反日活動家どもじゃん、全員クビにする、うん、全員とっととバッチ外してさ、返納させてさ、うん、とっととやめさせる、そこが唯一我々日本国民有権者にとってね、うん、メリットというか利益になる唯一の点ですよね。うん、他はさ、どいつもこいつもですけども、いつどこで何を言ったなんていうのはさ、ね、言った言わねえで、ああでもねこうでもなんて、どうでもいいよ、論外だよ、言語道断だよ。うん、どうなんだろう、この人離党とか、離党何が何でも議員辞職はしないでしょうね。うん、やめないでくださいなんてこれっぽちも思わないですけども、うん、まああるいはもうなんだかんだね、うん、ちょっとずつちょっとずつずらしながらいつものパターンでね、無罪放免ね、うん、まあ最低でもね離党、そういうふうに考えられていたところね、所詮立憲なんてね、そもそも政党ですらない、ただの活動家集団なんだから自浄作用なんかあるわけがないですからね。うん、すごいね、すいませんでしたとか、なんかこのでもみたいなさ、ね、謝罪とは言わないですよね、あんなもんはね。だから何の謝罪もしていないで、謝罪する必要ないって開き直ってやがるんだからさ、うん、くだらねえよな、くだらなさすぎるよ。うん、ね、別になんか入れ知恵するわけでも助け舟出すわけでもないけどさ、ね、一応選挙期間中なわけだろ、うん、ね、お前らの得意のこの表面上だけ、ね、上辺だけでも謝っておきゃ、ね、まだもうちょっとなんかイメージ低下、もうちょっとなんかどうにかできたかもしんないのに、アホですよね。だからもうことごとく、ね、この有権者、ね、日本国民、日本社会を何とも思ってない苔にしてんですよね。うん、食い物にできるかどうかみたいな、そんなところしか考えてないんだよな、やっぱりこいつらはな。なんだよこの謝ったら負けのマインドは完全にトワロハンとのあの国のやつらと一緒だよな。うん、でもってこの党としてもね、うん、個人ね、一人一人一匹ずつ見てったって安定のダブスタでしょね。他人には厳しくね、てめえと身内には甘いね、気持ち悪いよな、本当な、ことごとく。うん、まあいいや、ということでいい加減にしてもらいたいですけど、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。